竹中平蔵ヘイチャンネルということでね、のんびり始まってますけども、待ってましたよ。なんかね、その更新1月1日にするっていうからずっと待ってたんですけども、まあおせち料理食べて午後のんびりとしたところでスタートしたのかなと思いましたけども、違いますね。これね、多分これね、1月1日じゃなくてその前にいろんな動画を撮っといて、ストックしといて1月1日にリリースしただけですね。まあこういうところから突っ込まないといけないのがね、もう情けないんですけども、今回 NHK の話結構良かったじゃないですか。なんか別にね、上げ足を取るところが別にないんで、 NHK についてちょっとね、素直な意見をね、私も申し上げたいと思うんですけども、まあ NHK のね、立花隆さんの NHK をぶっ壊すから、私も NHK についてやっとね、真剣に考えることができたんですけども、まずね、その情報が全くリリースされてないっていうところで、何をどう評価すればいいのか分からなかったわけですよね、ずっと。そしてインターネットっていう文化が始まってからもうそれは続いていたんですよ。ただ今回の竹中平蔵さんがね、 YouTube するっていうのはなかなか面白いなと思いましたね。なんかそこに目論みがあるんじゃないかなと思ってしまうわけですけども、当然 YouTube をやる人っていうのは何らかのバイアスをかけてどっちかに誘導したいって気持ちが必ずありますんでね、さすがに竹中平蔵さんが YouTube の広告収入を狙ってやってるとも思えないんで、きっとまたね、パソナの利益を狙ってるのかとかね、総務省は後ろから手を引いて何かやってるのかとか思っちゃいますけども、まあそういうことを抜きにしても、今回 NHK の裏事情をね、こうやって話してくださっていることと、それから立花隆さんがずっとね、YouTube で発信していることが結構こう重なっているところがあって、私は非常に勉強になりました。今回はね、竹中平蔵さんをこき下ろすところが特に見つからないんですけども、そうですか、郵政民営化に NHK も反対したっていうのはそういうことだったんですね。私もね、なんで NHK がと思ったんですけども、確かに官から民営っていう流れがどんどん動いてる時に、世の中は規制緩和をして、その枠組みの中で、まあ、郵政民営化も実現させて、そして NHK も民間団体へっていう流れを考えなくもなかったかなと思いますよね、まあそうですね、そんなことですね。咳も出ちゃったんで、今日はそのぐらいにしておきましょうか。特に今回竹中平蔵さんをどうこうするっていうものが思いつかなかったんで、以上でございます。では次はね、首を洗って待ってろよ、竹中平蔵ヘイチャンネル。俺早稲田大学じゃない、どこだっけ、慶応大学か、慶応大学入学してやるからな、今年は。入学したら竹中平蔵のお前カリキュラム取ってやるから、もう覚悟しとけよって。今教授やってるんですかね、ところで授業やってるんですかね。授業やってたら質問とか言ってね、竹中平蔵さんに、パソナは儲かってるんですかとかね、派遣切りはどう責任を取るんですかとか絶対質問しますからね。待ってろよ、待ってろよ。じゃあ、いってらっしゃい。